キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、崖っぷち選手、今日は、はい、東武楽天ゴールデンイーグルスです、うん、ちょっと袴さん、あれ台風の目のやつ言っといてください。あ、ちょっと待って、前回ね、はい、台風の目ってそうなんですよ、静かなのにってね、うん、なんでね、かき乱すようなイメージあるんだろうみたいな、皆さんね、そう、コメント欄でいっぱいいろいろ知らないんかって書いたかもわかんないですけども、はい、あの動画の後、1秒後に調べました。はい、あ、台風の目っていうのは、はい、転じて激しく動いている物事の中心となる勢力や人物のことなわけですよ、うん、だから台風の目がその物事をかき乱してるんじゃなくて、うん、激しく動いてる中の中心人物になるって意味なんですよ、うんうん、でこの野球で言えばそのもう順位争いってこう激しく動いてるじゃないですか、うん、そこのこう中心人物になるっていう意味ですね。だから台風激しく動かなかったろ。いや、でもまあまあ野球自体がこう盛んじゃないですかみんな激しいじゃないですか、応援も激しくそうなってる中の中心人物になるって意味らしいですよ。うん、台風の目がかき乱してるわけじゃなかったです。まあ、だ中心って意味らしいですよ、やっぱ、はい、皆さん、そういうことらしいんでね。はい、はい、え、佐藤さん、今日楽天なんですよね。はい、あと速報お願いします。そうなんですよ、ちょっと今入ってきました、ニュースにやってください。あ、わかりました。あ、そう、佐藤さん、はい、ちょっとここで速報が入りました。ほう、な、楽天で。はい、ちょっとお伝えさせていただきます、うん、アストロズとマイナー契約を結び、前楽天イーグルスに所属していたクリス・ギッテンス内野手がまたしても負傷離脱となったということですまた怪我しかもオープン戦の初日、うんうん、スイングをしたところ、スイングの際に右膝半月板または膝蓋骨損傷を負った可能性があると、いうことですね。いや、まあ笑ったら怒られるけどまた1打席目で、なんかこう、まあ、1試合目1打席なのかなこれは、うん、はい、で3回の守備から途中交代と切ってしまったということです。なんか聞いた話によると、はい、あの楽天来る前のチームでも1ヶ月に2、3回 DL 入ってたらしいんだよ、はい、で、あの1年間、うん、あの元気にシーズン全うしたことないらしい。ないらしいですね、うん、なんでそんなの取ってきた楽天は、ね、だから多分選手ポテンシャルはすごいんだろうね、うん、でしょうね、うん、お払い行った方がいいな。本当ですね、絶対。もうだからもうアメリカだと悪魔払いとかかな。はい、本当お払いまずね、うん、行っていただいて。絶対行った方がいい。そう、おかしすぎる、はい、そんな。いや、そうだね、毎回初日に行ってるね、うんうん、それはもうというちょっと速報をお伝えしました、うん、それはもう速報アンド秘宝だねそうですね。さあ、ということで楽天、はい、崖っぷち選手、はい、誰だろう。まずは、はい、宮森聡。おー、3年目、2021年育成ドラフト1位で、うん、ね、いきなり先制なのに、はい、一軍支配が投稿されて、うん、無失点記録、はい、作ったのが懐かしい、うん、ね、はい、一昨年でした、うん、昨年は24試合登板、防御率 7.71、うん、ちょっとここで踏ん張らないと、うん、はい、そうですね、うん、まさに宮森投手も2年目のジンクスみたいな感じになっちゃいましたよね、うん、がっつりハマっちゃって、うん、で、まあ、あと、今年、はい、前回23日のロッテ戦、うん、3分の2イニング、うん、7失点フォアボール高校、うん、わー、どうしたんだろう。ちょっとね、うん、まあ、最初に2試合はちょうどいい感じで投げたんだけどね、はい、13日のロッテ戦と18日の日本ハム戦はね、うんうん、だここちょっとね、崖だね、勝負していかないと。そうですね、まあ、若いピッチャーたちもね、入ってきてるし、リリーフがね、まあ、松井裕樹抜けて、ね、うん、どうなっていくのかっていうところでカチッとハマりたいね、うん、で去年 2年目のジンクスどっぷり疲れました、はい、25歳、今年26歳、うん、はい、ちょっと崖だね。そうですね、2年連続ちょっとこうガクガクっていくと他の選手がね、うん、チャンスになってくるからね、はい、そういったところではここちょっと勝負の時から、ね、そうですね。でリーフはね、渡辺とか、うん、まあ、伊藤真央とかもそうだし、うん、鈴木、はい、結構いいのがね、左右ともに出てきてるからね、はい、ここがね、まあ、コマゴとかもそうだけど勝負だね、はい、うん、で続いてこちらです。はい、滝中亮太。ああ、そうですね、今年30歳。確かにね、うん、まあ、あのね、2021年は10勝5敗と、はい、わあ来たと、
10勝してと、マー君、岸則本に続く、はい、来たぞと、うん、なったけども、うん、22年が2勝9敗で昨年2勝4敗、うん、っていうところで一気に成績が下がり、はい、ここちょっと踏ん張らないと、うん、まあ、先発もね、則本が後ろ行って、うん、マー君、岸はベテランになって、うん、ね、ちょっと10勝勝つのもなかなか、ね、はい、できない状態になってくる中で、うん、内とかね、うん、そういうところ、小田とか若いのもね、はい、抜かれたら終わりだからね。そうですね、うん、なんかやっぱ去年ぐらいまでは滝中投手はローテーション入るでしょうってこう、うんうん、まあ、まあ入るよねっていう感じでファンも言ってましたけど、うんうん、まあ、やっぱ今年ちょっと分かんないですね。分かんない、こうもう、うん、そう勝負していかないとね、はい、でまあ、ここまでね、うん、あの練習試合も含めて2回投げて18時以上日本ハム戦は3失点、はい、で25日の DeNA 戦は3回無失点っていうところでね、うん、まあ、これをで続けていって、はい、開幕ローテ入れるかどうかっていうところだけども、うん、ご覧いただきたい。そうですね、うん、今年どうなるかでちょっともうポジションは使い変わってくるかもしれないですね、うん、全然変わってくるしね、うん、来年のドラフトにも影響してくるっていうところもあるからね、はい、うん、勝負だね。はい、あ、確かに勝負の1年ですね、うん、で続いてこちらです、はい、田中将大。おお、マー君、マー君ももうちょっとこのね、うん、期待感が崖だね、うん、だから楽天帰ってきて3年終わったけども、はい、まあ、4勝9勝7勝と、うん、10勝1回もできなくて、はい、防御率もどんどん悪くなってきてると、うん、今年が36歳の年、はい、ここら辺でバシッと一発見せとかないと、うん、そのもうまあまあ5、6番手ぐらいのローテーションかなみたいなね、まあ、それでもローテーションにはやっぱ入るんですよ、入るけどもっていう人いないからね、うん、そうそう、人が確かにそうですね頼らないとやっぱいけないんです、うん、まだ。でもそのマークに対する期待が多分なくなると思うんだよ、うん、もう、うん、そうですね、応援はもちろんあるよ、うん、でもこの、まあ、マー君で十何勝でしょっていうこの計算に入ってこなくなるから。いや、もうそうですよね。でももちろん関東もね、うん、帰ってきてから年に1回あるかないかだからね、うん、でイニング数も少なくなってきてるから、うんうん、ちょっとここはね、はい、ほぼほぼ最後の正念場ぐらい来るんちゃう、期待値でいうと、うん、そうですね、うん、今年はね、今年もう抜群にグッて頑張ってほしいですね、ね、うん、もうなかなかシュンっていうね、まあ、全員ね、はい、一生は頑張れないからね、うん、みんなどことでは落ちてくるっていうところもあるけども、はい、まあ、これは最後の正念場ぐらいにここで持ちこたえれるかどうかで来年以降が決まるんちゃうかっていうね、はい、ところはあるかなと、うん、ね、やっぱりあの時のマー君のなんかこう凄みというのをもう一回見たいんですよ ね、うんうん、ね、みんなはね、うん、いい思いあるからね、はい、さあ続いて次野手、はい、野手誰だろう、こちらです、うん、太田光。おお、キャッチャー争い、まあ、あの隅田イラグラって、はい、多分もうレギュラーなのよ、うん、掴めるかどうか勝負だ ね、 ね、これで太田がもうレギュラーとしていってバシッてくるのか、うん、もう安田とか堀内とか、はい、他のキャッチャーにも併用しながらやるのかは、うん、もう太田次第になってくるからね。そうですね、でもここまで練習試合7割5分だけど、うん、まあ、24日の楽天あのドラゴンズ戦猛打賞を打ったそれだけだから、ね、そうなんですよね、うん、はい、その1試合ですごい打ったっていうところで、ね、うん、あとはあんまり打ってないからね、うん、っていうところで、まあ、どうなるかだね。結構あの堀内くんも練習試合とかでいいアピールしてたんですよね、うんうん、なのでそろそろ堀内くんもこう出てきてほしい年代ではあるんですよ、もう、うん、今までちょっとずっと沈んでたんで、うんうん、だから本当堀内くんが脅かすような存在になってほしいですよね、うん、あと安田とかね、はい、あと石原選手とかね、うん、だからここら辺が、うん、だからもう安田が飛び抜けるのか、太田が飛び抜けるのか、はい、団子になるのか、うん、でも住田いなくなって多分今年太田で行きますよみたいなね、うん、雰囲気あるからね。そうですね、うん、そこで掴めるかどうかが崖だね、うん、やっぱり一番経験と安定感があるのは、まあ、太田選手だと思うので、うんうんうん、まあ、ここがねどうなっていくのかっていうところは勝負の一年になるかなっていうね、はい、ところです。そうですね、掴めるか、うんうん、で続いて、はい、こちらです、はい、森英五郎ですね。でも森にとって一番不幸なのが、うん、浅村がサードコンパクトだから。そうなんですよね、ファーストじゃないんですよね、まあ、本人がね、うん、サードを希望したらしいんだよね。あ、そうなんですか。取材するとね、はい、っていうところで、うん、浅村がファーストだと、はい、サードにね、うん、鈴木なのか、うん、平なのか、うん、茂木なのか、阿部選手なのかっていうね、うん、ところで選択肢はいっぱいあったけども、はい、浅村がサードに来ることによって、うん、まあ、茂木もファーストの練習もしなきゃいけないけど、はい、ね、まあ、鈴木大地とか、うん、ね、他も来るしね、うん、どうなるのかっていうところでは、うん、でもやっぱ茂木選手、まあ、サードとファーストもやってますね。そこしかないから、もうだからファーストしかないの、はい、出るの。だってショートはもう村林じゃん、うん、
で浅村がサード来ることによってセカンド小深田行ったから、はい、まあ、この二遊間はよっぽどのことがない限り、うん、多分このまま行くと思うね。まあそうですね、うん、ってなったらもうファーストしかないんだよ、うん、ファーストなんてよっぽど打たないといらないからね。はい、そうですね、うん、フランコもいるしな、うん、そうだよ、うん、だから外野もやった方がいいんちゃうかっていうのもあるけども、うん、外野も右投げ左打ちはもう大渋滞中じゃん、うん、そうなんですよ外野も、うん、左が多いんで、だからポジションがないのよ正直、うん、だからもう崖っぷちじゃない。ここでもう破れれば、はい、もう出るとこないと思うよ。もうチーム変わんないと、ないですね、うん、正直ちょっとしたら、うん、7月ぐらいに、はい、あのトレードに出してあげた方がいい選手で名前が再度登場する可能性がありますけども、うん、はい、それがないぐらいね、うん、打てばね、はい、っていうところで、うん、まあ、監督が変わって勝負できるからね。そうですね、いやもうすごいいい選手なだけに、うん、もったいない感がすごいあるんですよね、うん、出てきてほしいですよ、A ゴロ、はい、っていうところかな、はい、うん、まあでも本当ちょっと外野も誰出るかとか分かんないですからね、楽天はね。でセンター辰巳、うん、そこは決まってますよ、うん、であと島内岡島じゃない？島内岡島で行きます？岡島今いい感じで頑張ってるんだよ。あとまあ小郷もいるしね、うん、うん、そうなんですよね、うんうん、であのキャプテンになった田中和樹とか、うんうん、結構いいアピールしてるんですよ。うちはね、うん、はい、打てば、はい、渡辺義明とか、あと中島もいるし、ね、はい、後輩の、うん、そうですね、うんうん、そうなんですよ、青学のね、うん、誰もいっぱいいます。どこもいっぱいいるからそうですね、中もいっぱいいるしサードもいっぱいいるからね、どこもいっぱいいるそうそうそう、はい、っていうところかな。頑張ってほしいな、はい、ね、うん、ということです、はい、はい。